はい、皆さんこんにちは。困った世界のお話を聞きたいなと思います。困った時の、格闘家ですね。はい、ということで最近はね、その困った国をいっぱい話してるんですが、結構困った国が多すぎて、どれ言ったかなとか思い出せなくて、ダメったらごめんなさい。いっぱいあるからね、いろんな国言ったから、ね、今回は中国です。はい、でも中国はね、いろんな困った話なんだけど、今回特別にトイレで困った話。トイレシリーズ。はい、これトイレシリーズはね、これ大好きなんだ。ね、中国の大陸は広いですよ。その中の3カ所で困った、ね、それにもめげなかった僕の昔の教え子の小林恵子、そんな話もありますけどね、はい、まあ、そんな話をいっぱいやってみたいと思います、はい、まあね、本当にね、大都市であると小都市であるとトイレはいつも困ります、ね、必ずすると仕返しで逆流するってことは頭に入れながら、トイレしなきゃいけませんね。あと髪は水に流しちゃいけないとかいっぱいありました。もう本当にね、日本人には辛いですよ。さあ、それでは行ってみたいと思います。困った時の110番、今日は中国トイレのお話です。どうぞよろしく。さあ、中国のトイレって想像つくかな。どうだろう、ミュウさんは体験したことある？あるある。北京とか行った時、北京でどんなことがあったんだっけ。なんかね、うん、最初北京みんなで行った時に、うん、なんか大きいお土産屋さんのトイレがあって、はいはいはい、ドアとか取れちゃってるのとか、鍵壊れてるとか、中で編み物してる人いたりで、編み物ね、なんだここはと思って。インドのトイレなんか体洗ってるおじいちゃんに、まあ、びっくりして、何ここって、まともな、うん、あのね、でね、中国のトイレってのは多分世界一番とんでもないと思うんだ、うん、というのは、俺過去にね、なんだっけ、あのインドで、要するにさ、あの列車に乗った時、列車の食堂車だかなんかの横のところのトイレでおじいちゃんが中で体洗ってた、便器だからね、そういうのはあった。でも、マシな方だよ。マシな方。で、やっぱりね、一番すごいって大都市の話だと、北京じゃなくてね、北京はもちろんなんだけど、うん、北京が新しくなった頃、要するに俺ずいぶん前だから行ったの、うん、その時に、あのやっぱり、あのもうすごく高級ホテルなんだけど、うん、ある時間帯になると、うんこしちゃいけない。うん、流すと逆流するから。何それいっぱいやってきちゃうんだよ。カーニバルスプレンダー状態になっちゃう。でね、それが困るんだったら、先に上海博物館ってのは、科学博物館、うん。上海の科学博物館だよ。でね、俺ね、すごい怪しい博物館だったんだ、うん、で、その怪しさの根源っていうのは、例えばいろんなもの、標本とか普通あるじゃん、うん、そこってなぜかホルマリン漬けばっかしなの。何それ怖いね。いや、だから生のものをホルマリンにつけて、それ、うん、それじゃね、トイレ入った、ね、その時林くんって俺のね、やっぱり教え子の一人と一緒に行ったら、うん、突然トイレの中で林くんがうわーって声上げたの、うん、何かと思ったら何だったの。流す文化がないでしょ。あ、境目がないでしょ。それで、あの、まあ、要するに男の大便器用のところに囲いがなくて、一本溝があるだけなんだよ。いい、そう、溝があって、まあ、そこで、あの、もうみんなが見てると関係ない、そこでして水流すんだよね。で、流さないから、いっぱい溜まって、一周が払ってる。これが、上海科学博物館のトイレ。すごい、超越してるね。超越してんだ、ほんと。すごいな。ね、これなんかまだよくてね、まあ、そんなの当たり前で、昔ね、楊貴妃の、あの池ってとこ行ったんだ俺、うん、でここに行った時にその楊貴妃の池で有料トイレって有料トイレじゃないとこあるの、うん、で有料トイレじゃないとこってのはやっぱり溝だけなんだ、で何人も入っててみんなお互い顔向かい合ってしてたりケツ見ながらしてたり何にも囲えないので、有料のところはドアも何もないんだよ。ただとりあえず敷居があるんだよね、それだけ。これもすごかったわ。出るものも引っ込んじゃうよ本当。ゆっくりできないね。そうでね、これなんかまだよくてね、あとで、ね、まだよくいいわけねえけど、うん、やっぱりね、トイレですごかったこと、これお食事中聞かないでね、うん、あの生徒っていうかさ、要するにずっと重慶からもっと向こうの方に行って、うん、山あいの中のトイレがあるわけ。渓谷の中にさ、トイレがあるの。でちゃんとね、個室して、あの小屋みたいなとこがあって、そこで行ってトイレしてくれっていうの、うん、で一部の人間たちは休憩所の高台みたいなところで見てたんでね、うん、そしたらそのトイレが遠く見えるんだけど、水洗でも何にもなくて、うん、とりあえず遠くにあるその、あのなんだあそこからね、ポタッとなんか落ちて落ちてた。要するに穴が開いてて、そこから下に向けてするの。あれ怖いと思うよ。大事なもん落としたら大変だよ。大変、絶対大事なもんなんだか分かんないけど、うん、とにかくそれがトイレ。自分が怒っちゃったら四川省のトイレね。うわ、それでまあそうもあったし、あとね、もうどこだったかな、あれはね、ね、多分西安からまあ分かんないんだけど、うん、あのものすごい高涼な大地のところであったって、五条原だかどっかのトイレなんだけど、うん、行ったんだ。でトイレがないの、でどこっつって行ったんだよ。そこでトイレじゃなくて30センチぐらいの、まあ、石で積んだレンガみたいな石で積んだ囲いがあるの、3メートル四方の、うん、そこに鶏が中に何羽かいるの、うん、それだけ。なんで鶏がいるの。するでしょ、いっぱ
ぱい集まってきて食べるんだよ。食べるの？食べる。大丈夫なの？いやそんな知らないけど、ニワトリみんなってのは分かんないけど、それがトイレだよ。すごいな。だから日本のトイレがいかに素晴らしいかって中国に爆買いして帰るでしょ。ウォシュレットとかついても、日本ってさ、昔俺さ、その声だめも嫌だったよ、うん、やっぱり。でもさ、声だめってさ、下にポトンと落ちるまでの距離があるじゃん、すごく、うん、ところが中国距離ないからさ、あれはすごかったな。だからやっぱりね、僕らってさ、やっぱりさ、文明人になってるから、文明人ってやっぱり推薦じゃなきゃダメで、ね、やっぱ清潔ってのものすごく大事に感じるでしょ、うんうん、だからトイレだけは困るね。困るな、そんなとこでね、できないね。だってさ、タイの山奥かなんかでさ、ハイキングとかトレッキング行ってさ、うん、それでさ、トイレないやってどこでそこで知らせて、できる？簡単に。できないよ、そんな。あのね、ノグソって言うんだけど、これね、ノグソする時ってのは、そのまましゃがんでしてるとお尻にくっついちゃうんだよ。だから、ちょっと前に前進しながらするんだよ。やったことあるから。でもね、あの日本ってさ、和式のトイレとかがあるから、うん、座ってするときってそうじゃない。あ、だけど、あのアメリカのトイレってさ、椅子型のトイレじゃん、うん、私ホームレスがちょっとね、ステンドをちょっとちらっと運悪く見ちゃったことなんだけどね。どうなんだろうって、変な体勢、腕立て伏せの反対側みたいな体勢で一生懸命してて、あ、そういうやついるんだね。だから、うん、あ、こっちのトイレの文化ってほら、しゃがんでするじゃないじゃん、椅子みたいな洋式のトイレしか体験ない人は困るがないからね、うん、だからそういうしゃがむっていうか、なんていうのなんかね、だからね、本当ね、あの俺トイレのこと言っちゃうと本当ね、その中国のトイレでどれほど困って、うん、あの過去にも今にもね、やっぱ最近はようやくね、あの、うん、ホテルとか大きいとかちゃんとさ、しっかりしてきたけど、うん、それでもさ、デパートなんか行ってトイレ行くときに水流さないでくれって、要するに水流してもいいんだけど、うん、要するにティッシュペーパー流さないで必ず詰まるからってんで、あのくずかごが置いてあって、トイレットペーパーじゃないんだ、お尻拭いてからそこに入れるんだよ。嫌でしょ。嫌だよ、痕跡をなくしたいじゃん、絶対。それなのに、なぜかしか拭いた紙は隣の紙までさ、開発して使おうよ。ありえないよ。だからさ、まあ、要するに、だからもう中国行かない、どっちにしろ行かない、命狙われるからね、どんどんゴミ溜まっていく、うん、まあ、インドもよ、だけどね、インドもね、だインドは高級ホテルはそうだけど、中国は高級ホテルもそうだったっていうところが、あの何時から何時まではトイレ流すなとかね、すごいね、逆流する、逆流するんだよ、本当に。逆流ってやってみたら本当に逆流するんだよ。そんなのたまったもんじゃないと思わない、本当にね、うん、まあね、世界中でもうトイレも使ったけど、やっぱり、あ、エジプト関係ないよ、これね、ちょっと関係ないんだけど、うん、エジプトの空港でトイレ大変なことがあった。本当？うん、一回ね、これ大島さんなんかで行った時なんだけど、うん、トイレ入ったんだ、うん、で紐があったのね、で紐を引っ張ったの、普通そうでしょ、終わったら、うん、そしたら上からバケツが水ひっくり返ってきた。何のトリックそれ。それは水を流すんじゃなくて、バケツの水流してあと溜めて置いておくんだよ。 なぜ紐ついてるのか分かんないんだけど、なんで紐なんだろう、ね、上からかぶっちゃってさ、もう大島さんもひどい目あったらしいけど、なんかあの授業の時にさ、先生いたずらされるやつみたいな、うん、そうそうそう、いや、トイレはトラップだな、あれな、本当、うん、だから日本はね、本当いいと思う。だから俺ね、昔ね、初めてハワイ行った時に、ハワイですらトイレ入るタイプだった、うん、あ、でも私、うん、エジプト行った時かな、うん、なんかすごい不思議だったのが、うん、なんかまあ普通にね、男性も女性も一緒のトイレで、うんうん、一人ずつ入るようなトイレだったんだけど、なんか男性用のトイレが手洗うぐらいの高さのところあって、うん、え、これってどうするのか大変だね。すごい分かんないけど、どうするのか分かんないけど大変だね、背伸びしなきゃいけないのね。いやすごいな、エジプト人は背が高いぞみたいな、うん、だけどね、本当にね、そのね、トイレの話でもするとさ、キリがないのいっぱいあって、何度も逆流されたりとかいっぱい今まで過去あるんだよね。怖いね。いやー、まあね、エジプトのトイレもひどかったけどね、うん、世界中すごいと思うよ、本当に、うん、とにかく水を流しちゃいけない文化とかさ、そういうのが当たり前にあるから、俺たちもどっから話したかったのか分かんなかった。俺なんかすごいトイレの話をしようと思ったんだけど、まあいいや、たまにはね、うん、まあ、あのとにかくもうあのカーニバルスプレンダー問題とかトイレで散々苦労した神高さんなんですけど、うん、まあトイレのいいとこね、昔ハワイで、ハワイ思い出した、はい、ハワイのトイレ初めて行った時入れなかった、ハワイですら。なぜかって言ったら、足元が30センチ以上空いてるんだよ。あ、確かにね。だから今アメリカじゃ当たり前じゃない、空いてるの、うん、どこも空いてて普通だけど、うん、昔のさ、純粋な私はね、あの足元見られたら恥ずかしてトイレ、確かに、入ってること見られるの嫌だよね。嫌だよね。でもアメリカ的に入ってること見られなかったら危ねえじゃんってことだよね。犯罪をね、防止するために半分空いてるみたいだけど、いやトイレ事情ね。でも中国はやっぱり世界で、うん、あの最低のトイレだったってこと、最強だよね。いや、あんなのはないですね、これね、うん、すごい。みんな考えてください、落ちてる姿を見たりとか、ニワトリがケツのところに近づいたら集まってるトイレ行ってみたらどうですかってことで、今週も楽しいね、困った時間を。
分かんないっていうのがね、あると思います。はい、それではまた来週、トイレの墓ないですよ、今度はね。さようなら、どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。